高浜町園部区で21日、区の家内安全と五穀豊穣を祈る伝統行事、大般若会が行われ、区の人たちが大般若経を担いで各家を巡回しました。高浜町園部区の大般若会は、ご祈念と呼ばれる明治時代初期から伝わる伝統行事です。昇善寺で行われたこの日の大般若会には、区の檀家や関係者ら合わせておよそ30人が参列しました。はじめに法要が行われ、臨済宗相国寺派の僧侶8人が12箱に分けられた大般若経600巻を点読しました。法要が終わると、今年厄年の人たち12人が大般若経の入った箱を背負い、守護神の掛け軸を背負った還暦の人を先頭にお寺を出発しました。厄年の人たちは区の東側と西側を回る2つの班に分かれると、区内およそ70軒の家を1軒ずつ回り、各家の仏壇の前を通って家内安全を祈りました。ご苦労さんでした。ありがとうございます。高浜町園部区の大般若会は、明治時代の初めに区内で疫病が流行ったため、これを鎮めようと始まったとされ、毎年2月の第3日曜日に行われています。また厄年の人は大般若経の入った箱を背負うことで厄が取り除かれると言われています。厄年の人たちは災難を払い福を招こうと、区内の各家を巡回していました。